ああ、なんか面白いことないかな。いつもそれ言ってるな。口を開けば面白いこと探してるし。そんな刺激ばかり求めてどうすんだよ。夜中なのにこんなに人出があるのって都会ならではだよね。こんな街中で探すこと自体おかしいでしょ。何？みんな生きてて楽しい？ああねえ、ねえねえ見て、あの女の子なんか様子おかしくない？そうか、別にどこにでもいるようなやつじゃない。どうしたアッシュ？うん、なんでもない。声かけてみる？うん、なんかすっごく悲しそうな顔してるし気になる。サクはそうやって気になったやつに片っ端から声かけすぎなんだよ。お姉さん、こんな時間に一人でこんなとこ歩いてたら僕たちみたいな男に声かけられちゃうよ。サクの声のかけ方ナンパみたいだな。な、ああ、もう少し言い方ってものが。いいじゃん、実際よく似たもんだろ。なんかあったんじゃないの？俺たちでよければ話聞くよ。サクのやつ、めんどくせえやつに声かけたな。レイヤ、そう言わずにさ。誰も聞かないとは言ってない。天の弱ケンタロウ、うるせえ。いつも言ってるけどレイヤ、お前より僕の方が年上だから。それがなんだやるか。そうやってすぐ暴力に持っていこうとするよねレイヤ。だからモテないんだよ。もうやめなって二人とも。今はそんなこと関係ないから。あ、ちょっと待って待って待って、行かないでよ。ねえねえって、こんな場所で話すのもなんだし、場所変えて話さない？うん、それがいいと思う。いつものとこでいいんじゃない？この子すげえ不審がってるけど。なあ、別に怪しい変なとこじゃないから大丈夫。僕たちがいつもワイワイ騒いでるところ。騒いでるのお前くらいだけどな。違うもん、レイヤ君だって機嫌いい時はワイワイ騒いでんじゃん。ああ、今は二人の言い合いはしなくていいから。君も無理にとは言わないけど俺たちに話してみない？何かすごく追い詰められてるような顔してるからサクが気になって声かけたんだ。ごめんね。僕たちが不良に見えたんだ。まあこんな時間に街中うろついてたらそう思われても仕方ないけど。来るの？来ないの？来るんだ。出会ってすぐの、しかも5人の男についてくとか、なかなか度胸あるね君。シューもそんな脅すようなこと言わなくてもさ。それくらい追い詰められてるってことなんだろうなとは思ったよ。はいはい、じゃあ行こう。ここから近いからね。すぐ着くよ。どうぞ入って。そんな蛇に睨まれたカエルみたいに怖がらなくてもいいよ。誰も取って食ったりしないから。さあさあ、ここで話しながらパーって遊ぼうってだけ。人の家で騒ぐな。ここはね、シュウ君が住んでるとこなんだ。広いと思わない？シュウって無駄に金持ちだ。無駄にとか言うな、ちゃんと働いてんだよ。こんな遊びを受けてんのに。レイヤもうるさいよ。ああ、自己紹介するね。俺はこの5人の中で最年長、22歳のシュウって言います。僕はね、19歳でサクだよ。僕は20歳でレイヤ。俺も20歳でヒロトって言います。僕は21歳でケンタロウだよ。よろしく。ふーん、そうなんだね。ケンタロウくんつらい、僕も一緒に話したい。ずるいってなんだよ。だって年が同じって言ってただけだろ、話せばいいじゃん。笑われてんぞお前ら。サクのせいでしょ。僕のせいじゃないもん。子供かよ。おい、レイヤーに言われたくないけどね。あ、ほらもういいから話が進まないって。で、こんな夜中に街中歩いてたけど何かあったの？君みたいな女の子が歩き回るような場所でもないし、そういう時間でもないと思うんだけど。
え？君が浮気してんの？なんでそうなるんだよ。どう聞いても今の話は相手の彼氏の浮気だろ。浮気してる本人が街中うろつかないって。ああ、それもそっか。ごめんごめん。同棲までしてるのに気づかないふりできたんだ。何らかの証拠とか目につきそうだけど。こんな可愛い子と付き合って同棲までしてるのに浮気とか許せないね。ちょっと黙って。はい。つーかさ、こマジか。彼氏が女を連れ込んでたってこと？最悪だね、そいつ。君はそいつのこと大好きで同棲してたんだろうし、そんな二人で住んでるとこに浮気相手を連れ込むとか、マジないわ。今まで気づいてないふりしてた君もすごいけどね。ほんと、そいつ最悪。シュー、なんかさっきからやけに言葉きつくない？気のせいだよ。だってムカつくじゃん、そういうのってさ。それでその現場見ちゃって彼と喧嘩になって出てきた感じ。言いたいこと言ってやった、そいつに。シュ、さっきからどうしたんだ？やっぱりおかしいって。いつも他人にはあんまり興味なさそうなのに、今日はやけに食いつくじゃん。別に、そういう奴が許せないってだけで。大好きだったら、そういう気持ちも少なからずあるよね。自分のことが好きなら、説明しようと追いかけてきてくれるかも、みたいな。僕ならそんな奴、最初から信じないかも。ケンタロウ、それは今この子から色々話を聞いたからそう思えるだけで、何も知らなかったらどういう人かわかんないよ。ごめんね。君の彼氏を悪く言ってるつもりはないから、ケンタロウも。ケンタロウは根っから、あまり他人を信じないタイプでさ。俺たちのことも信じてるんだかどうなんだか。みんなのことは信じてる。それならよかった。じゃあさ、君、しばらくここにいたらいいんじゃない？サク、お前、急に何言い出すんだよ。え？だって、この子今帰るとこない状態でしょ？浮気現場見たってだけで、別に帰るとこあるだろ。まあ、帰る場所はともかく、俺は君が心配だな。僕も心配だよ。俺も心配だけどさ、だからってここにしばらくってのはちょっと違くね？そうだよ、ここはシューの家だぞ。僕たちはたまに来てるけど、この子をここに置いておくのはちょっといろんな意味で心配かも。それってさ、シュー君が手を出すかもってこと？サク、お前な、俺を何だと思ってんだよ。人間観察が得意な人、そんで僕たちの影のリーダー。本物のリーダーがそれ言うなよ。すごいでしょ、僕がリーダー。自分ですごいとか言うリーダーはいない。いいじゃん別にさ。柊の方がよっぽどリーダーっぽいんだけど、周りをよく見てるし。だから影のリーダーなんじゃない？リーダーの話はもういいよ。一つだけいい？みんなにも聞いてほしいんだけど。シュウが改まった話するときって、だいたい驚かされるんだよな。急に爆弾落としてくるよね。俺、君のこと知ってるんだ。は？そうなんだ。君が付き合ってる男って、俺の兄さんなんだ。君は覚えてないかもしれないけど、君が兄さんと同棲する前に、2回くらい実家で見たことあるんだよね、俺。知らなくても無理ないよ。俺が一方的に知ってたって感じだし。シュー、もしかしてお前、この子のこと好きだったりするのか？それはないよ。それは、何？怪しい。冷静なシュー君が動揺してる。怪しいな。僕、適当に言ってみただけだから、まさか動揺されるとは思わなかったんだけど。みんなうるさいよ。俺のことは今はいいんだってば。
隠してるのもなんか違うって思ったから一応伝えただけ。はい、この話はこれでおしまい。逃げた。逃げたな。誰も好きなことが悪いなんて言ってないのに。やっぱり好きなんだ、シュウ君。だから違うって言ってんじゃん。ほーら、シュウ君が変なこと言うからこの子に気を使わせちゃったじゃんか。変なことってなんだよ、別に言ってないし、事実を伝えただけだよ。でも僕はお姉さんみたいな人好きだよ。ちょっとサク、お前こういう時だけお姉さんとか言って懐にスッと入ろうとしないで。この子は僕と同い年なんだから、僕とが一番合うんだよ。待って待って、ケンタロウ、何どさくさに紛れて自分のものにしようとしてるの。こういう問題は俺が一番冷静に考えられるし最適だと思うけど。ヒロトこそ何ちゃっかりアピールしてんだよ。この中で一番真面目な僕が適任でしょ。ちょっと待って、みんな、なんか話の方向性変わってない？そういう話をしたいんじゃないと思うけど。元はといえば、シュウ君が僕は知り合いだみたいなマウント取ってきたんだよ。マウントではないと思うけどね。あ、ケンタロウ、ありがとう。珍しいな、お前がかばってくれるとか。別に、思ったことを言っただけだし。うん、すっごくいいよ。僕がリーダーだからね。それは関係ないだろ。関係ないね。関係ないな。ね。むしろ全然リーダーっぽくないし。どこがだよ。でもなんかあれだね。君、さっきより顔色良くなったかも。確かに、少し表情が出てきた気がする。あ、街中で話しかけた時より。言葉も返してくれてるし。話しかけたのは僕だけどね。そこはみんないたんだから、みんなってことでいいだろ。なんだかんだでここにいる奴らは我が強いんだ。ごめんね、うるさくて。わーお姉さんの笑顔かわいい。またお姉さんとか言ってるし。兄さんといる時の君はもっと笑顔だったよね。それを知ってるだけに、なんか本当兄さんのこと許せないかも。今は俺たち5人とまだ出会って1時間くらいなんだし、急にこんな人数で声かけられてアパートなんかに連れてこられたら普通もっと警戒すると思うよ。さっきからたびたび見せてくれてる笑顔は俺たちに少しずつ心を開いてくれてるってことなんじゃない？確かに、こんなとこへ来てヘラヘラ笑われても逆に怖いよ。正気かって思うかも。レイヤ、こんなとこで悪かったな。そのこんなとこでいつもみんな騒ぐだけ騒いでやりたい放題なくせに。シュウ君、いつもありがとね。はぁ、出たよサクの必殺技。あ、僕たちは今日もともとこのシュウの家に泊まるつもりだったんだ。君は自由にすればいい。でも同棲してる家には帰れないでしょ。じゃあここに泊まれば。俺は構わないけど、どうせみんなもいるし一人増えようが変わんない。でもここにいたらみんなが君のこと気になって眠れないかも。それはお前だけだよサク。僕は寝る。サクはお姉さんって言ったり君って言ったり言葉巧みに君の懐に入ろうとしてるから気をつけてね。おいヒロト君までそんなこと言う？みんないろいろ言うけどこの子のこと気にしてんじゃん。じゃあ言っちゃうけど、俺は好きだよ君のこと。だって兄さんと付き合ってる頃からこの気持ちはあったし。でもだからって兄さんが浮気したから俺にしなよとは言えない。かっこいい風に言ってるけど根性ないだけだろ。レイヤ、いちいち突っかかるなって。シュウはシュウなりに考えて言ってるんだからさ。たく、君の言う通り、こいつらと話してたらだんだん違う方向へ連れてくんだよ。いつものことだからスルーしていい。僕は好きになったらかなり一途だけどね。君の彼とは違って僕は君しか見ないし、
僕だけを見てほしいって思うくらい。ケンタロウ君は一途すぎて怖いんだけどね。サク、なんか言った？ううん、ケンタロウ君は一途でかっこいいよって言った。なるほど、よくわかってるね。でしょ。ケンタロウよりも怖いやつがいたわ。とにかく僕も君のこと好きかもしんないから、よろしく。気持ちどんどんぶつけるかもってこと、そのくらいわかれよ。レイヤ、言い方がきついって。そんなだから彼女もできないんだよ。ヒロト、それは地雷。あ、やば。とにかく俺には何でも相談してくれていいよ。君の話なら何時間でも聞いてあげるから。遠回しに言いすぎだよヒロト君。いつでも俺を頼ってねくらい言わないと。はぁ、あ、アシストしてどうすんのサク。え、足がどうかした？サクのそれは計算なのか天然なのかわかんない。ああ、もうダメだ、収拾つかない。とにかく君は君のままでいてくれたら僕たちはいつでも助けるから。今日出会ったって言っても、俺は少し前からだけど、出会ったのも何かの縁だと思うんだ。今話してた感じだと、みんな君のこと大好きになっちゃったみたいだから、覚悟してね。